If I fall. Oh! Eat it! お前ふざけんなよ。そっちで誰か俺のポケベル鳴らしたか。あ、はい、クゼの兄貴に言われまして。キリュウさん、すぐ事務所までお越し願いやす。実は若頭補佐のお三方がキリュウさんをお待ちで。そうか、わかった。そっか、わかった。待たしてくれるじゃねえか。偉くなったもんだな。おう、キリュウ。申し訳ありません。
クゼの兄貴。こんな昼間から東島組の幹部がガン首揃えてお前を呼び出した理由分かるよな。カムロ町で見つかった死体の件ですが、やっぱりてめえか。これはゴルフどころじゃなくなっちまったな。ねえ、クゼの兄貴。お前に取り立てを頼んだ金貸しから組に連絡があってな。金貸し？東国クレジットの社長だ。あの社長に頼まれて片桐ぶっ殺したのはおめえだろ。もっともあいつは自分のせいじゃねえって早速逃げ打ってやがったかな。たかが30万程度の小銭の取り立てで本職が下手打つとも思っていなかっただろうからな。はあ、ちんけな金貸しとはいえ同情するぜ。まあそんなことはどうでもいい。理由がどうあれ片桐をやっちまったっつうことはどう幕を引くか。だがちょっと待ってください。俺は自宅出すんじゃねえ。安心しろ、片桐だって相手も借金まみれのクズだ。臭い飯一八年食えばこたぁ収まる。俺に捕まれた。なあ、殺しの方はそれでお上と手打ちするとして、それより問題はあの場所からどう人目をそらすかだが。そうだな。面倒なことをしてくれたもんだ。あの場所ってどういう意味っすか。とぼけんじゃねえよ。おめえが死体を捨ててった場所だ。おい、ギリ、おめえよりによってなんであの場所でやったんだ。まさか風間の頭の指示ってわけじゃねえよな。おやっさんの指示って聞かれたことだけに答えた。なんであの場所を選んだ。頭の指示じゃねえのか。ああ、それにチャカはどこで手に入れた。それもチャカ、一体何の話をしてるんですか。俺は銃なんか持ってません。この鬼を呼んでシラを切り詰まるってか。見つかった死体は痛めつけられた後とどめに頭を打たれていた。サツはまだ公表してねえかな。本当ですか、その話。だったら死体転がしたのは俺じゃありません。俺は素手で奴を殴っただけです。本当です。もしその話が本当だとしたらお前は誰かにはめられたってことになる。そうだな。は、間違っても俺は銃を撃ったりはしていませんと言ってるが、どうしますか。嘘に決まってんだろ。たく笑いしやがって。てめえみたいな下っ端はめて誰が得するってんだよ。ああ、キリ、もう一度聞くぞ。なんでわざわざあの場所で騒ぎを起こしたんだ。金貸しからの指示だったんです。あの場所に相手を呼び出すから、少し痛い目に遭わせてから金を取り立ててくれって。今言ったこと間違いねえな。どうやら金貸しから話聞く必要がありそうだな。とはいえうちの組があの殺しに関係していたっていうのは事実だ。しかも場所は場所だ。このままじゃあっちの仕事に支障が出ちまう。どうするよ、クゼナ兄貴。答えは一
つだろ。Tiếng nhìn có vẻ không được thân thiện lắm hả? Không riêng còn đỡ. Đại ca đưa cái thuốc lên là biết lại mồi liền. Nani ga nan da ga wakannai tte tsura da na. Ee. Rei no shitai ga mitsukatta ano bajo wa na. Azoku wa通称空の一坪って厄介な土地なんだよ。お前ら下っ端は知らねえかもしれねえけどな、堂島組長から俺ら頭補佐の3人に命令が出てたんだ。どんな手使ってもその空の一坪を手に入れろとな。空の一坪、針の穴ほどの隙間もない繁華街に偶然できた一坪の空き地だ。それを親父が欲しがってる。親が欲しがるものを差し出す、それが子分の義務ってわけだ。だがその場所で仇の死体が見つかった。あの土地が世間の目を引いちゃ地上げしようにも手出しが難しくなっちまう。ほんと困った話さ。なあ、それがおやっさんとどんな関係が？あの一坪にはな、別の意味もあってな。堂島の親父に差し出したやつにはとっておきの褒美が用意されてる。褒美？おう、不在の風間の頭の後、堂島組次期若頭のポストだ。つまりあの土地は俺ら頭補佐にとってただの一坪じゃねえってことだ。まあ最初はてっきり風間の頭とつながってるお前が俺らの邪魔するためにやったのかと思ってたが、その顔色じゃ何にも知りませんでしたって感じだな。ちょっと待ってください。それじゃ風間のおやっさんは、おやっさんはどうなるんす？さあな。だが組の一大臣に無所にいるようじゃ頭は務まんねえだろ。おまけにだ、ガキの頃から育ててきた可愛い子分が理由はどうあれ仇をぶち殺しちまったとあっちゃきっちりけじめつけねえとな。おやっさんは関係ない。それで俺も殺しはやっていません。そういうことはさつに言え。つってもヤクザの言い分聞くほど連中も暇じゃねえだろうな。さつには今日中に実施しろよ。それと縁故詰めとけや。お前も極道なら組長に挨拶しとかねえと筋が通らねえぞ。Yeah. Hmm?
いや、cắm đầu con đít luôn kìa, ghê không? Đối style này hay vậy. Còn quần trắng sao?
うちの社長は、じゃあこの人数相手にあんた一人でか。Deixa pronto, né? し信じられねえ。まさかここまでたどり着くかよ。あとはあんただけだ社長。じっくり話を聞かせてもらう。話？何の話だ。今さらとぼけだって時間の無駄だ。なぜ俺をはめた。あんたの目的は何だ。おい近づくな。わかった。全部話す。だから、ちょっと待ってくれ。俺はあんたをはめる気なんてなかった。ただ人から頼まれた通りに動いただけだよ。あんたに。そいつを頼んだのは誰だ。その人は。あ。クセの兄貴。まさかあんたが俺を。何の話だねえ社長さん。キリお前何やってんだよ。あ殺に必死に言ったはずだろ。寝ぼけたことやったんじゃねえぞ。ちょっとなまってんな。現役の頃のガキのしつけなのじゃ一発で済んだんだよ。社長さんちょっと外してもらえませんか。この若いのに
説教しねえとなんねえもんでね。ごゆっくり。好嘞。一度腹割って話してと思ってたからよ。おめえと錦山は孤児なんだってな。風間の頭がやってる施設の手なんだろう。確かひまわりとかいう養護施設だ。極道なんてまともに育ったやつの方が少ねえ。孤児だからって恥じる必要はねえぞ。ただな、風間の頭もえげつねえ真似をするよな。どういう意味ですか。拾ってきたガキに育てた恩着せてよ。今じゃ立派にあの人の玉よけ。頭のためなら命も惜しくねえってよ。こういうの洗脳っていうのか。そろそろ本題に入ってもらえませんか、クゼの兄貴。キリ、お前、風間の頭をスパイしろ。何？殻の一粒の話はしたな。それさえ手にするや、俺が次の若頭。だがそのために必要なあの土地のある情報ってやつに檻の中の頭が握ってやがる。ある情報。ああ、お前そいつを頭から探り出せ。うまくやりゃ組での将来を俺が約束してやる。構成員2万5千の登場代、その直系同志、それに例の殺しの真犯人も渡してる。やっぱりあんたが俺をはめたんだな。さあな。ただこの話を蹴りゃおめえは確実に無職だ。俺につくか、もう先のねえ風間につくか。好きな方がいい。だが返事はやめ。この場で死ぬ。クセな兄貴。なんだ。あんた賢いつもりで立ち回ってるんだろうが。何？俺のことも親さんのことも。あんた何も分かっちゃいねえ。ガキ、この俺を敵に回すのか。本当にその覚悟があんだろうな。覚悟ならありますよ。それが極道ってもんでしょうか。
giới hạn hơn cái thằng GTA là mình phải mình không được đi đâu xa hết để biết được giới hạn còn GTA muốn đi đâu đi còn này giới hạn trong vũ khí giống GTA một phần thôi chứ nó không được tự do như thế. Mosmosi. Ờ. Omae matto. Kazama gumi no chibusha. Tenka. Kazama gumi. Ima. Katanase Kashiwagi-san wa ano Kazama no Oyasu-san no kataude da. Narukodo na. Sore yori omae no hou wa dou datta nda?もう道島組の事務所からは。ああ。だが。いろいろ。そいつは直接会ってから。わかった。なら俺は柏木さんと風間組で待ってるからすぐ来てくれ。実はな、お前も柏木さんの話を聞いといた方が良さそうな。お前、空の一つぼった。クゼの兄貴からさっき聞かされたばかりだ。俺もすぐそっちに向かう。Oh!
ちょっと下がら。撃ち殺すな。やるね。Killing on them, I killed them. Fuck yeah.いらっしゃい。
三万一，送你两个月。